ミューズの曲が好き。私が作曲してるんだもの、当然よね。錦の巻、音の木塚学院の1年生よ。凛と花代がクラスメイトなの。制服はスクールアイドルの衣装ってわけじゃないけど、思い出は山ほど詰まってるわ。学校の生徒全員が同じ制服を着るのって少し不思議じゃない？意味を考えたことはある？苦手な教科？私にそんなものあるわけないじゃない。体育はちょっと不得意だけど。音楽が好きなの。ミューズでは作曲を担当してるわ。音の木坂の生徒会長よ。真剣でまっすぐに前を進んでいく、そんな強さがあるの。ほのかは思いつきで行動するところがあるでしょ。でもそれがほのからしくていいのよね。フルーツをモチーフにした衣装って鮮やかでとっても素敵。自然が育んだ芸術かもしれないわね。フルーツはそのまま食べるのも好きだけど、アレンジしたグラスデザートも大好き。小鳥の作る衣装は可愛いの。可愛く着こなせるように私も努力しなくちゃ。まさか自分がスクールアイドルになるなんて思わなかったわ。びっくりよ。マジックみたいにあなたの心が読めたら、こんなにもどかしい思いをしなくて済むのにね。マジックのトリックを知りたい？さあ、何のことかしら。ピアノの調律ってあなたはどうしてる？相談したいんだけど。あなたの作曲方法、興味があるわ。作曲中はよくみんなが様子を見に来るんだけど、何を弾いても褒められるから恥ずかしいのよね。いつかあなたの考えた曲を弾いてみたいわね。問題がわからないの？手伝ってあげてもいいわよ。帰りに寄りたいところがあるの。一緒に行かない？で、デートじゃないわよ。あなたのこと待ってるんだから早くしなさいよね。
あなたの前では素直でいたいの。自分のために曲を作ってほしい？何言ってるのよ。私はいつだってあなたを思って曲を作ってるわ。ミューズに入ってからはアイドルソングもそう悪くないと思ってるわ。ほのかたちには絶対内緒よ。赤は好きよ。はっきりとした強い色、固い決意と情熱の表れ、そんな感じがするでしょ。髪飾りの羽、もう少し角度をいじれないかしら。どうせつけるなら納得いく状態でつけたいんだけど。リコと一緒にピアノを弾いていると毎回新しい発見があるの。リコってすごいと思う。授業は大丈夫？わからないところがあるなら教えてあげるわよ。私のピアノが聴きたいの？仕方ないわね。音楽室にいらっしゃい。花びらをバスタブに浮かべるとリラックスするの。あなたもやってみる？してるのよ。私のピアノが聴きたいって言ったのはあなたでしょ。うちの別荘？まあ山と海辺にあるけど。何？行きたいの？それなら今度一緒に行く？衣装のテーマは冷たくてもライブは最高に熱く盛り上げてあげるわ。覚悟しててね。いつかのライブみたいに本番で雪が降ってきたりして、さすがに2度目はないかしら。ぼんやりしてる。考え事なら私も一緒に付き合うわよ。大切な人ならサポートしてあげたい。その気持ちが今ならわかるのよ。この衣装で投稿してみようかしら。冗談よ。小さい帽子がお気に入り。これだけでエレガントさが表現できるのね。